トランスフォーマーは宝とミートハズブロによって展開されているメディアフランチャイズ。北米では1984年5月から、日本では1985年6月から発売開始された変形ロボット玩具を元にしてアニメーション、コミック、実写映画などで世界的に展開されている。もともとは日本国内で宝から販売されていたダイアクロンや、 ミクロチェンジシリーズのうちの後期に展開した変形ロボットをアメリカのハズブロ社が業務提携し他社の変形ロボット玩具と共に新たな設定を加えたものをトランスフォーマーズとして販売したものが北米を中心に大ヒットそれを日本に逆輸入したものがトランスフォーマーシリーズである北米ではトイボックスやトイコタカ高得トイスといった 宝以外の日本玩具メーカーから発売されたロボット玩具もトランスフォーマーとして販売されており、それらの中には日本では権利の関係上未発売となったものも複数ある。トランスフォーマーと呼ばれるロボット生命体が正義のサイバトロンと悪のデストロンに分かれ構造を繰り広げるという背景設定が存在し、敵味方の多彩なキャラクターが登場する。彼らは いわゆる宇宙人であるが、地球の環境に溶け込むために擬態する能力を持っており、ロボットの姿から乗り物や動物の姿に変形することができる。シリーズの世界設定の主軸は、玩ングに付属するテックスペックと呼ばれるキャラクター情報に置かれており、玩ングシリーズが単なるアニメやコミックのキャラクターグッズに留まらない原案として尊重されていることも、 トランスフォーマーシリーズの特異性であると言われている。シリーズ開始当初の世界観やキャラクターの設定は、マーベルコミックの編集者兼ライターだったボーブ、バディアンスキーによって主に作成されており、それらはバディアンスキーが直接手掛けたコミックのみならず、アニメや玩具の設定に反映されている。各種データは日本における日時、内容を示す。トランスフォーマーに、 初めて転用された商品及び、元となるシリーズと同様のカラーリングの商品のみ、記載。ダイヤクロンからの転用ミクロチェンジからの、転用宝以外からの転用勇者シリーズへの転用、勇者 X カイザーで発売された、左右合体ウルトラレーカーは、元々トランスフォーマー用の商品として、開発されていた。ミクロマンレッドパワーズへの転用映像作品が、 伴うガングシリーズは省略。日本アメリカ雑誌掲載作品のみ。ユニバーサルスタジオシンガポール内に展示されたオールスパークのかけら。ありがとうございます。